で、ね、タイムでで、DM、ありがとう私さあのカモスケルにあのーあのー、YK オールンが言ってくれたさあのアニメの知ってるえそう見たことないけどねすごいねあの有名なアニメだよね私全あの何て言うんだろうその楽器系のさバンド系のアニメは見たことないからあんまりバンドリはちょっとなんかねちょろって見てたりしてたんだけどそうだから見てみたい あのバンド系でさ有名なアニメあるよねなんだっけすごいなんかな,なんだっけなんか中西さんがそのアニメ好きって言ってたんだよねそれでなんかギターなんかギターなんかやめようと思ってたけどまた再会したみたいな言ってたんだよね何のアニメだったっけな「アンパンさん水筒よなすけさんしか勝たん」「ピプラプラン水筒よありがとう」来てくれて。 嬉しいありがとうベルケンタさん水戸ゆきょうるんしかかとんあきるん水戸クマッチの顔ありがとうわきぴっぴぴょんちさん水戸にょんぶーちゃんはじめまして初見詐欺材で逮捕で何も貢献できあでもなんかあのー、星集め星集めじゃない星投げカウントとかもねしていただけたら嬉しいです お姉ちゃんお姉ちゃん,お姉ちゃんは何だろうねお姉ちゃんお姉ちゃんはご飯作ってくれます私はご飯あんま作んないあタたそうだよねカモしけるんじゃないよえカモのさあ,あこの方この方誰だろう いるん違うかなよしかずるんすいたありがとうえそうガタ来てるんだよねいやそのアニメじゃないあ軽けヨンそう軽んヨンだわ軽んヨン出てきた急に。 昨日み鬼るの,のツイートオタクすぎて返いてまじ限界オタクすぎだよねマジでやばいわ本当にそろそろ引かれるからやめろって話なんですけどマジでさ昨日の朝最終回だったしちょっとさ柱稽古編も出てさヤバすぎてちょっとオタクが出ちゃったよね急なもぐもぐだけど次歌歌おうかな 話は24 26 28えそうそうそう山夏さんで25がオンラインだから結構ね皆さんと会える期間242526なんて3日連チャンでね会えるじゃあご飯食べたいと思いますいただきますあんうんうんうん うま基本ご飯はお姉ちゃんが作るかあの私は大体食べに行くことが多いんですよ一人で私作ることねあのめったにないです <laughs> めんどくさい みんな何食べた今日。てかさコンタクトがマジで痛すぎてねさっき一枠目終わってさ外してたんだよね。 がが痛痛いいいいはは間違目かコンタクト,いはいいタクトは新しいのちゃんとあの前はよく私あのワンデーなんですけどよくワンデーを何回か使ってたんですよでもちゃんと最近はねそんなにいっぱい使わないようにしてまあ多少あの1回で1回であの捨てたことはないんですけどそうでも。 あのなんか多分なんだかわかんないけど右目めっちゃ痛くてアイボンとか最近してるけど痛くてねさっきねコンタクト外してまた今2枠目の前にねしたんだけどめっちゃ目痛いんだよね嫌だなだからさ目よかったらコンタクトつけなくていいのに本当に嫌だ ねスープさスープしようかななんか喉乾くからスープ <laughs> スープしようかなドアをさ開けてさお姉ちゃんにあの圧を送るという。 昔ののしか分からないけどミハルのマシンガントーク大好きえー、ありがとうアニメしない人あアニメ見ない人からしたらさあんまさ思んないかなとか思うけど嬉しいミハルのオタク大好物だから <laughs> この顔でツイート見てたねえ嬉しいニコニコ笑顔でめちゃめちゃしかもさあのー、そう普段さ絵文字とかつけるのに私さツイートの時さ1個も絵文字つけなくてなんなら草生やしてさダブルマジでオタクすぎ 今日もさしかもブルーロックさん新しいビ美ンのさ出ててさやばい暑いあっちちだあっち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 お姉ちゃんにスープしてもらったあーありがとうよしかずのハートいっぱい送ってくれて回らないお寿司ってなんかさ高級なイメージある。 ヤミちゃん、トンよ。唐揚げ弁当。お、生姜焼き。これさ、なんかお肉生姜焼きっぽい。カレー、いいね。お蕎麦いいね。あ、そうじさん、サックス、ありがとう。え、優しすぎる。協力。え、そう、なんか、私、その、クマー、クマ、あの、リングクマは、 あの3位まででにゃんこのギフトも3位まであの得点がもらえるので私サックスもお祝いサックスも3位までだと思ってたらそれ7位までそういえばもらえたので私アマゾンギフト券欲しいからそのお祝いサックスをそう狙っててだからそうぜひお祝いサックスギフトでを目標にしているのでそれであの合わせていただけたら嬉しいです。 ありがとう福姫ちゃんはにゃんこだったねにゃんこだからこのイベント参加したってファンルームに書いてたにゃんこしかもサックスは参加しやすいからねそうじさんありがとういっぱい送ってくれてそうじさんしか勝たんあ y k オールもありがとういっぱい送ってくれてありがとう嬉しいありがとういっぱいサックス 送ってくれてアグスさんありがとう来てくれてこんばんはありがとうえ誰だろう本当にさっきとまた名前変わってるマイメロのアバター可愛い,いよねそれカモスケヌーマありがとうサックス送ってくれて優しいありがとうみんな てつたんスイート,イートありがとうてつたん久しぶりに着ないってマジでうれしすぎたありがとうしかも帰りさあの,あの通路だったからめっちゃ近かったよね待ってまたご飯冷えちゃうから食べちゃう,うんうんうん なんておもろ、サックスサンクスはおもろい。うん。 あのさスープ飲みたいんだけどスープ熱すぎて飲めない絶対ミハルたまにはアネルン アネルン高校親孝行みたいなしないとえめっちゃしてるよなんなら私の方がアネルにしてる気がするあの前この間さお母さんがあのー、来てくれた時ツアーファイナルで結構何日間か家に行ってくれたんだけどその時にご飯行ったんですよしゃぶしゃぶ食べ放題私が払ったんですよやばくないですか一番の年下がママと お姉ちゃんの分と自分の分えマジでさ我ながら自分さえらいわって思った <laughs> それをね、まあ、口に出したらあのかっこ悪いんですけど <laughs> そうあの親孝行姉るん孝行しましたえ結構さ値段ね普通にさあの6の六千7千とか。 言ってて高かったけど食べ放題だから私がね払いましたよ一番ね私こんなことしたことないからすごくないなんかさえあのねあの結構さ見晴るってさあのやっぱまだ子供っていうイメージが強いと思うんですよね皆さんもよくバブって言われるし、まあ、なんか二十歳に見えないとかね言われるんですけどママとか私の家族からもあのお姉ちゃんとかから もう言われるんですけどパパかからとかもでもそう一番下の私がね払ったんですよおごりましたそうなのうめるるしかかたんでもねあのね稼げてないお金ないけどおごりましたそうなの お金欲しい <laughs> 今日もこの「ありがとう里犬さん嬉しい」「アネルはねあのねこんな言ったら怒られるかもだけどあのあれだよあのご飯ご飯みいつもはるの食事」って書いてるけどあの全然ね週,週1ぐらいしか作ってくれない <laughs>。 だからよく作ってってあの言,言,言って頼んでるけどだから私大体いつもあのマジで本当に私作れよって話なんですけど私もあの何いつも大体さここ最近はちょっとお休みができたけどもうあのー、ライブとかお仕事とかもう本当にレッスンとかで忙しくて作る暇がなくて配信もしてるし。 SNS 更新とかもあってそうだからもう作ってる暇ないから大体スーパーでお惣菜買ってくるか外食するかもう冷凍食品とかカップ麺食べるかしかないかなそうなのだから作ってる人ってすごいよね ありがとうサックスサンクス <laughs> 送ってくれて嬉しいありがとうみんな協力ありがとうございます優しいなんかさあのたれでさご飯がさなんかあのすごい取りづらい箸でうんうんうんご飯うんうん スプーンで食べようかなちょっと <laughs> スプーンにしよスプーン持ってきてもらった <laughs> 私箸さん扱うの苦手スプーンフォークがいい スプーンの方が食べやすい やろううと思えばそうお米お米とかもとげるしご飯も作れるけどあの面倒くさくてやらないってだけでも逆にご飯はチンするご飯でいいやってなるからおかずを作りたいってなるサトイヌさん花束ありがとうもぐもぐ配信する子好きなんよあ本当 あかれあいはねもぐもぐ配信してるメンバー全然いないんだよねだからいつも美晴よくもぐもぐ配信してるねって言われる <laughs> そうなのなんか気にしろよって感じなんですけどすいません本当に気にせずでてかスープ熱くて持てないからちょっとこっちで食べるうんでも猫舌だから熱い ASMR なってるかもうんうん。動画見てたらお腹空いてきたでもさ私もよくあの人のモッパンモッパンっていうのなんかさテックトックとかでも流れてくるけどよく見るんだけどお腹空すくよね 気にしろやと思わないでたくさん食べてさしいたくさん食べますこれからももぐもぐ配信するねえー、もぐもぐ見れるの幸せ優しい世界だもぐもぐ配信といえばみえそうみんなさもぐもぐしないからさそうなのよねだからライブ終わってからさ帰って遅い時とかも,もう何も食べずに,にお風呂入って寝るのかな ご飯を一緒に食べる女子は可愛いありがとうついたくさんすいとんよ特によりはオムライスオムライスが好きでよりもオムライスが得どうもさんすいとんよえーよしかずる毎日自炊してるの偉すぎるすごいなあんまり課金できる余裕なくていっぱい送らなきゃ許せ全然ないよたけぴありがとうありがとうカレクプラモさんめっちゃ送ってくれてもう本当に優しい タクピーに出会えてよかったこれからも一緒に行ってね <laughs> 100m ランナーさんこんばんは私も仕事したい配信見たりして未来と同じく自炊してないでしょ同じ仲間だねマルピ初見詐欺罪で逮捕ですもう私羊が欲しいこんばんワッフルメーカー0さんこんばんワッフルメーカー カネコンさんすいとよしおちゃんすいとんよんにっこにこお掃除さんふふ <laughs> かわいいえしちゃんも50カウントありがとうおいおうちゃんえわ、ー、いもきのだけど回らないお寿司食べてえなるほどね回らないお寿司ってそういうスーパーの方のこと <laughs> 高級店かとカスペイさんすいとんよ うん、モテそうだったスープ。 石ちゃんハートありがとうあそう吉く君ありがとう来てくれてイベントやってるこのリスナーさんと皆さんとね絆を深めようっていうイベントであのー、なんだギフトランキングはあのサックスお祝いサックスのギフトランキングを狙って頑張って。

ね二人さんありがとう今ねあのお肉炒め的なご飯食べてるうんうんうん この時間飯テロだよね <laughs> そうなの飯テロみんなにしちゃってる <laughs> みんなお腹空いてきたマジで申し訳ない70 <laughs> 歳の配信見てた星集めんのおいおいおーいじゃあ 今,今ある星ちょうだい日曜日に特急乗りすぎてサックス遅れないけどイベント頑張ってくい。ありがとうぜひ星投げカウントとかはあのー、無料でできるのでよかったらお願いしますデザートね食べたいなお二27誕生日誕生日入った ヒロのスイートンありがとう。えそうおいしい。もうでもねあとちょいで完食する。 リオちゃんさっき配信してたのちょっと見てた「二人せず」歌ってたんだえー、私も次の配信で歌おうかなえこのイベントこのイベントはねあれだよ今週の日曜日までで今日の配信はえっともう12時になるからもうこれこれ食べて終わって次12時半から配信するうん 食べ終わる。うん、お肉とご飯は完食した。 スープ待ってマジでさ今クーラーつけてないんだけどスープとかさご飯食べてる時って熱くならないなんか。待って熱い。 スープいかたま、ね えーね二人さんありがとうキューピットくまちゃん送ってくれてありがーくまですがーありがとうイベント協力してくれてありがとう嬉しいありがとうみんなちょっとねあの総合順位はない目指そうと 悩んでるんだけどトップ10には入りたいんだよねみ,みはるってまいこちゃんもありがとう来てくれてデイサクさんもこんばんはうめルるルもサックスありがとう今サックスギフトランキングささっき45とかぐらいだったけど何位なんだろうありがとうみんな優しい協力してくれて マグマミハル君ありがとうよしくんマジでデザート食べたくなるよねなべなべさんスイートーありがとう日曜日別グループのライブでお台場にいねよしかずら全然金レーの現場来てくれないんだけど悲しいゆうかさんミハル君もありがとう来てくれてこんばんはね確かにもうそろそろ寝ちゃいそうだよね石ちゃんもありがとうクラッカーえ待って なんかさ、すごい猫が合唱してる。え、ありがとね、二人さーん。嬉しい。合唱え、めっちゃ可愛かったんだけど、今の。なにこれこのエフェクト可愛い。癒されるね。ありがと。え、これがさ、あの、イベントのもう一個のさ、ギフトのやつ今さ、あのく、えっと、クラッカーじゃないや。サックス、えー、猫ちゃん、リングクマ でギフトが3種類あるじゃないですかこのイベントの猫ちゃんのやつかなこれえありがとう猫ちゃんなんだったけにゃんこ大戦大戦争は違うよなあのゲームの方なんだっけにゃんこにゃんこなんとかって書いてあったんだけど漢字漢字忘れちゃったえありがとうにゃん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 猫ちゃんありがとうう嬉しいにゃんにゃん猫にゃんにゃん猫猫ちょっとちょっとあっちいって ねこねこねこちょっとちょっとこっち来てそうだよねえうれしいありがとうえこれこんなエフェクトっていうかなるんだ超かわいいねえ私もヨシカンンに会いたい会いたいなひろのさんすいとりありがとうじゃあ皆さん次12時30分のね配信で。 お会いしましょうねんぜひ会いに来ていただけたら嬉しいです確かにカップ麺も自炊だよね一応 <laughs> なんか笑われたお姉ちゃんに「カップ麺自炊」って言ったらでもさカップ麺も立派なさ自炊じゃないお湯入れてあのだってさなんかさカップ麺ってさお湯3分でさあのとか5分とかでしかもなんかあの粉末粉とかさなんかいろいろ入れるじゃないあれさ簡単そうに見えて意外とさ難しくないなんか難しいっていうか私さ超時間かかるんだよね。 入れるのだからさもう麺がふやふやになってさ10分とかかかっちゃっていつまでやってんねんって感じなんですけどあいあいさんだるま新潟さんもタコありがとう青丸さんこんばんはえー、ではでは順位を読みたいと思います13位トムスハロンありがとう12位ベルケンタさんありがとう 11位リしさんありがとう10いあきぬありがとう9い梅らぬんありがとう8いくまっちぬありがとう7いいちゃんありがとうえっ6いの方はさ誰だろうめちゃめちゃでもなんか絵文字とかも可愛いけどうなんかさこのお皿さなんかたぬキけるのに似てるけど違うかな違うか違うよ5位、えー、タたけぴありがとう4位よしかずぬありがとう 三位かもすけのありがとう二ねふたりさんありがとうそして一位はわいけおうるんありがとうありがとうみんな星投げカウントカップ麺作れて偉いねやったね偉いよねそうだよお湯入れるだけだですか違います違くないの <laughs> カップ麺も自炊になります きとのきっと明日いえないもうねえごめんあねあねふたりさんありがとうこちらこそおやすみ春明日も頑張ってね新潟さんもサックスありがとう そう、お湯もね入れるの難しいからね <laughs> 怒られそうそろそろあそう焼きそばはそう結構めんどくさいのよわかるねたタヌるキルな気がするきっとわかんないけど違うかな <laughs> 当たってたらすごくないありがとうサックス送ってくれて そうだよって意味ななのかな <laughs> すごいたまやんありがとうでは次もう言うて20分後とかなんですけど12時半から配信して次は歌歌いますもぐもぐ配信ありがとうみんなもイベント協力星投げカウントそしてサックスとかありがとうネギトいっぱいでは次12時20分からあ20分じゃないや30分からの配信でお会いしましょうルーム おつみはるーまたねありがとう次お歌歌いますあありがとうサックスいっぱい送ってくれて嬉しいありがとうゆ,、ね、ゆすけ遅いよ <laughs> 終わったよなんなら本当はね12時に終わってたけど私はいつもあのー、そのさファンルームでさその時刻言ってても10分5分は伸びてるから <laughs> <laughs> いいやって思ってありがとねワイワイありがとういっぱいサックス送ってくれてえでも30分から言うて20分後にまた配信するから見てねあさとしんルーピも仕事お疲れまた20分後に配信するから会いに来てくださいありがとうまたね行 <laughs> かないね <laughs> 来てね次はバイバーイ